イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンマセキです。今回再現していくのはこの薬品を使ったあの料理。それでは行ってみましょう。今日もよろしくお願いします。アルギン酸ナトリウムと炭酸カルシウムといえばご存知人工いくらですよね。実際本当に作れるのか実験してみます。海苔と水にそれぞれ大さじ1杯ずつぐらい入れてみました。いくらみたいにはちゃんとなりましたね。とりあえず試食してみます。まず全体的にえぐみや苦みがやばいですね。これは薬品の量とかかなり研究しないとダメそうです。羅臼昆布の根昆布とマグロ節で出汁を取ります。羅臼昆布の根昆布と水、塩を入れて沸かしていきます。沸騰してきたら昆布を取り出してマグロ節の方を入れていきます。この時に少量のみりんと少量の薄口醤油を入れていきます。タラは皮と骨を取って一口サイズにしていきます。一口サイズにしたタラをマグロ節の出汁で煮ていきます。軽くで大丈夫です。水気を切ったタラ、イタヤガイ、白身のスルミをフードプロセッサーで回します。塩、卵白を加えてよく練って竹の筒にまとわせて炭火で焼いていきます。この日は雨だったので岩谷の炙り屋に炭を直接乗せて焼くという荒技を使っております。これ結構便利なのでおすすめですよ。全体的に焼き色をつけたら少し落ち着かせてから竹の筒を抜きます。これをカットするとちくわの完成ですね。天ぷら粉にビールを入れて天ぷらの衣を作ります。ざっくりと混ぜて半分は磯辺揚げ用に青のりを混ぜておきます。油を熱してタラの天ぷらの方を揚げておきます。梅干しを入れておくと油跳ねとかを抑えることができます。一回軽く煮てあるので衣がカリッとしたらもう OK です。そのままお手製ちくわの磯辺揚げも揚げていきます。めちゃくちゃ美味しそうに揚がりました。我慢できずにつまみ食いをしていきます。揚げたての天ぷらとビールの組み合わせは最強です。マグロ節の出汁に味のりを細かくして入れていきます。ここにアルギン酸ナトリウムを加えてミキサーでよーく混ぜます。最初の失敗があるので薬品の量は手探りで最少量にしたいところです。味を壊さないちょうどいい分量を見つけたので人工いくらの要領で海苔のいくらを作っていきます。あ、これ結構楽しい。とにかくいっぱい作ります。一度水で洗ってマグロ節の出汁に漬け込んでおきます。ゆで卵を細かくしてしば漬け、きゅうり漬け、らっきょうも細かくしていきます。卵、マヨネーズで合わせて青のりを入れて特製タルタルソースにしていきます。ごぼうはささがきにして、ごま油、きび砂糖、みりん、醤油、唐辛子、ごま、バルサミコ酢、マヨネーズできんぴらごぼうを作っていきます。
出汁を取り終わったマグロ節を佃煮にしていきます。きび砂糖、みりん、醤油、ごま、刻んだ昆布を入れ、ひたすらもう煮詰めていきます。玉ねぎを煮ても食感が残るぐらいのサイズに切っていきます。そして伊吹崎くんが作ったであろう良さげなベーコンも食べやすいサイズにして、ピーナッツオイルで軽く炒めて、マグロ節の出汁を入れて煮ていきます。アクを取りつつ具材を煮ていきます。保温ジャーの中で火も入るので結構食感を残したままで大丈夫です。味噌を溶き入れます。出汁の味がしっかりしているので少量で大丈夫です。昆布とマグロ節の出汁に吉野葛を入れて、こしたら葛あんの完成です。それでは相馬同様に保温できる弁当箱に詰めていきます。おかず容器にタラの天ぷらと磯辺揚げを、きんぴらごぼうと自家製タルタルを、そしてご飯のり、ご飯マグロ節の佃煮、ご飯人工イクラと層にして詰めていきます。それでは完成した進化したのり弁当を食べていきます。いただきます。メインの海苔とご飯、おかずコーナーと熱々のお味噌汁、あ、いけね、くずあんレンジの中だった。さあお上がりよ。自家製ちくわの磯辺揚げ、めっちゃ美味しいんですが、タラの風味がよく出過ぎてしまったため、タラの天ぷらとかぶってしまいましたね。他の白身魚で作るべきでした。きんぷらはバルサミコマヨのきんぷらがここまで美味しいのは意外でしたね。タラの天ぷらも揚げたてでつまみ食いしたので、めちゃくちゃその時が美味しかったので、それは超えられませんでした。まあタルタルはめちゃくちゃ美味しいですね。味噌汁は言わずもがなですね。この日めっちゃ寒かったのでとっても染みます。ではメインの海苔弁当、最初に大失敗の人工イクラを食べてるだけにめっちゃ美味しく感じますね。作ったのに出汁につけといたのもいい感じです。個人的には中川海苔店さんの超高級海苔の味を知ってるだけに、普通にそっちのでもいいんじゃないかなって気はしますね。まあ普通に弁当としてめちゃくちゃ美味しいです。ご飯にマグロ節の佃煮とかが入ってるのは嬉しいですね。ご飯が半分ぐらいになったら葛あんを入れます。こんなもんうまいに決まっとろ。それでは今回の研究結果です。人工イクラを作るときは薬品の量が大事です。炭酸カルシウムが多いとえぐみが強く、アルギニン酸が多いとゲル化が早く、ミキサーなどを使わないとよく混ざりません。お弁当は手間が多いためめっちゃ大変です。さすがに対決再現にはできませんでした。普段お母さんや奥さんにお弁当を作ってもらってる人は本当に感謝した方がいいぞ。今回紹介した食劇の相馬、若い世代の人はグルメ漫画といえばこれが浮かぶ人は多いんじゃないでしょうか。少年ジャンプで包丁に品味平以来のヒットしたグルメ漫画、佐伯俊先生の描くエロ可愛い女の子や超絶イケメンたちが食べたリアクションで惜しげもなくお肌消してくれます。そんな相馬も今年で10周年、リアルイベントなども開催されます。とっても面白い作品ですので、読んだことのない方はぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画ショート動画でツイッターに予告を開けたところ、佐伯俊先生からいいねの方をもらいました。作者の方からリアクションいただけるとテンションが上がりますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。